巷を騒がせているコラボ問題とは。2023年1月5日木曜日、しげもんネットラジオ、今宵しげなラジオでということで、今宵も不思議の扉へようこそ、しげもんでーす。さあ、今日は木曜日8時ということで、お送りしていきたいと思います。今日のオープニングトークですけども、今巷、特にツイッター界で、大騒ぎになっておりますコラボ問題というのはね、なんぞやということで、まあしげも的見解を今日はオープニングトークとしてお話したいと思います。その後はしげれもんの最新情報、しげれもん何した。お次はレモンニュース&エンタメチェックのコーナー、年賀状じまいという言葉が結構ね SNS 等で、まあね話題となっておりますが、セブンイレブンのコピー機で不具合、証明書交付など利用できずというニュース、そしてフランスがウクライナに軽戦車供与というニュース、そのようなニュースを今日は中心にお送りしたいと思います。シスポのコーナーは、WBC が迫ってまいりましたが、まあね、日本はドリームチーム、侍ジャパンドリームチームとなりつつありますが、まあ、お隣の国韓国では危機感を募らせているという、そのようなニュースをお送りしたいと思います。トレンドレモンですけども、2023年ヒット予測俳優編ということで、先日は女優編をお送りしましたが、男性の俳優の、まあ、今年ブレイクするんじゃないかなというトップ10を今日はお送りしたいと思います。今日も8時から30分間どうぞよろしく。今ツイッター界を非常に騒がせているコラボ問題、まあ全く興味ない人でもですね、このまあコラボというものに関してですね、まあツイッターのトレンドに上がることがたびたびあってですね、何それと思われる方、まあ、いらっしゃると思うんですけども、まあ元々のこの経緯というものをですね、まあご紹介していきますと、性暴力や虐待などの被害を受けた若年女性らを支援する一般社団法人コラボという、まあ、アルファベットでコラボの代表、二藤夢乃さんという方がまあいらっしゃるんですけども、その方が温泉娘という、まあ、これアニメなんですかね、イラストなんですかね、ここはちょっとわからないんですけども、その、まあキャラクターをまあ巡ってですね、まあまあ性的搾取みたいな感じ、まあ、近年結構ね、このまあツイフェミという呼ばれる、まあ、ツイッターのフェミニストの方々がですね、まあアニメの作品とかそういうものをですね、まあ結構取り上げてですね、これはもう性的にね、ジェンダーから外れてるみたいなことをまあおっしゃると、いうことがまあ結構たびたびあって、今回もこの温泉娘というものに関してこのような発言をしたと。で、それに対してひまそらあかねさんというこの方は、まあツイッターのネーム、まあ、YouTube でも活動してるようなんですけども、うん、それに関しておかしいということで、まあこの2人がまあこうバトルするような形で物事は始まっていったという、ことなんですよね。で、まあ、双方がそのやり合う中、まあお互いの支持者、同士もツイッター上でバトルを繰り広げる中でですね、コラボ側の、まあ、いろんな矛盾点を、まあ、ついていったわけなんですよね。そして11月1日にひまそらあかねさんが、コラボの公文書開示請求の、まあ、結果を、まあ、報告したということなんですよね。で、会計上の不審点が多々見つかったということで、ひまそらさんは、住民訴訟を、まあ、することを発表して、住民監査請求も行うということになったわけなんですね。で、コラボ側も、まあ、法的措置を、まあ、講じると、まあ、発表してですね、その後に、まあ、コラボ側の弁護団ずらりと、数多くの弁護士の方々が、揃ってですね、まあ、記者会見をしたと。で、ひまそらあかねさんの行動、まあその住民監査、請求もそうなんですけども、会見で、まあこれらの一連の行動はリーガルハラスメントだというふうに、まあ訴えたということなんですね。年末に、住民監査請求の結果が出てですね、まあコラボ側に、まあ不当な点が、まああるということで、コラボ側も、まあ適正に対処するというような、まあコメントを出したと。で、まあ、昨日ぐらいからようやくメディアも、まあ、報じ出したという、昨日の産経ニュースからですけども、経費再調査は求める勧告、コラボめぐる請求一部認めると監査委員、性暴力や、虐待などの被害を受けた若年女性らを支援する東京都の事業を委託した一般社団法人
コラボ括弧2と夢の代表の会計報告に不正があったなどとする住民監査請求に対し、都監査委員は4日、会計の一部に不当な点があると認め、都に経費の実績額の再調査を指示、委託料の過払いがあった場合の返還請求など適切な措置を講じるよう勧告したと発表したということなんですよね。で、まあこれってその双方、今そのまあひまそらさん側とコラボさん側がですね、共になんかこう勝利宣言を上げているんですけどもまあ普通に考えたらこの監査請求が通るというのは20年ぐらいで2件ぐらいしか通っていないので、まあはっきり言ってまあそのコラボ側がまあまあこれ正しい、まあ裁判ではないので、うん、どっちが正しい、どっちが間違ってるという問題ではないんだけども、イメージ的にはやっぱりコラボ側がこれ悪いイメージになってしまいますので、まあ適切な今後まあね対処しないといけないということになると思うんですけども、ただ問題というかですね、まあちょっとこう首をひねる点が僕的には2つあって、まず1つ目がそのメディアの対応ですね、そしてこのコラボ側の弁護団のまあ先ほどのね対応という2点に関してまあどうなのかなと思ってしまう部分があるんですね。まずはメディアの対応としましてですね、まあ特に朝日新聞とか毎日新聞はですね、この当初問題が起こった時にですね、もうあたかも一方的にそのコラボ側がこう正しいことをしていてですね、迷惑を被っているんだみたいな感じのまあ報道の仕方をまあしたわけなんですけども、これが相手がですね、まあまあ、このひまそらさんというのは40代50代の男性なんですかね、うん、これがもし相手が女性でですね、こっちが団体が男側の団体とかだったら、これメディア側ってコロッと風向きを変えるんじゃないかななんて思ったりしてしまうんですね。なんかそのやっぱり女性とかそういうものをこう守るという、まあ団体で相手が男中年のってなった時にですね、もうまあなんかそのメディアというのはこう本当に集団でこういじめるっていうか踏み潰しにかかるようなところがあってですね、まあもちろんそのひまそらさん側がですね悪質なことをしているのはともかくですね、こういう場合はやっぱり双方の意見をですね出すべきなんじゃないのかなと思うんです。特に大手のメディアですからね、うん、本当にイデオロギーが先行しちゃってるなという、本当に真実っていうかそういうものをメディアっていうのはこう我々国民に提出っていうかね、こう報道しないといけないのに、このイデオロギーが先行してしまってるせいで本当に偏向的な報道になってしまうわけなんですよね。で結局、まあ、この年末にねこの監査請求がこのような形で、まあ、出ているのにもかかわらずですね、まあ、メディアは、まあ特に報道しなかったわけなんですよね。それもまあ多分、まあ、ある種まあこのちょまあ静観というか部分もあったと思うんですけども、まあ、なんとなく渋々って感じで、まあその毎日とか朝日もですね、報道し始めて昨日あたりに、という、結果になったわけなんですね。でもう一つさっきの、まあ、弁護団ですよね、まあ、リーガルハラスメントという、まあ、そんな言葉あったっけというような、まあ、言葉を、まあ使ったと法の、まあね仕事の方々がですね、うん、で住民監査請求というのはそれはそれで、まあ、一つの、まあね、権利でありますから、それがダメというんであれば、まあ、法的にですねそれを、まあできないようにするということがですね、まあ、法の仕事に関わる方々の、まあ、役目じゃないのと、それがそのなんかああいう公の会見の場所でですね、このひまそらさんのやってる行動はリーガルハラスメントだというようなことをなんかその言論人のようにその弁護士の方が言うというのはいささかちょっと、うん、どういうことなんですかそれはっていうふうに、そういうのって弁護士の方って言わなくて、裁判とかそういう法的なもので解決するのが弁護士の、むしろそういうことは言わないでくださいっていう方の立場じゃないんですかねと思ってしまうんですよね。でまあ言ったら弁護士の同じような仕事の方々からもですね、ツイートでそのような疑問点もえってリーガルハラスメントみたいな声が結構多く見られたと思うんですけども、まあ、とにかくこういう問題というのは、まあ、イデオロギーとかそういう、まあ、なんていうのかな、女性の権利とか、ジェンダーとかそういうものは置いておいて、やっぱり法的に、まあ、制度的に淡々とですね、正しいか間違ってるかというものを、まあ、進めていくということだと思うんですよね。だからまあさっきのメディアとかその弁護士団のまあこともそうなんだけども、なんかイデオロギーをこう先行させちゃうとね、なんかそこをまあなんかまず第一に考えてしまってですね、なんか法的なこととか
本当のその、両者の言い分とかそういうものが全部なんかなくなってしまうというのは本当に変更状態になってしまうんですよね。だからもういかがなものかなと思いますし、このような結果出たらね、結局偏って報道していたメディアはまた信用を失って部数減らしてしまうわけじゃないですか。だから結局ブーメランのように自分のところに帰ってくるだけであって、いつもの支持者はまあいたら部数買ってくれるかもしれないけど、肝心のその中間層というかそういうところの信用は失ってしまうのかなと思うんですけどね。まあ今回こういう勧告が出たというのは、まあコラボ側はなんか勝利宣言もしているような感じなんだけど、やっぱり真摯に認めないといけないというか、改善その他等をしないと、ただ単に自分たちが正しいと言っていてもですね、イメージが悪くなるだけのような気がしますけどもね。この番組は資源音楽レーベルの提供でお送りいたします。仕入れ物にした。このコーナー、最新の仕入れ物ニュースを自分自身で言っちゃうというコーナーでございます。オープニングトークが長すぎたので、手短にいきたいと思います。朝9時本日の仕入れモーニングカフェメロディーのスタジオ弾き語りライブということで、朝9時不思議でも公式の方で配信しております。私のね、まあ、ポップナンバーのスタジオ弾き語りテイクとなっております。正午シネコニャンズアワーということで、今日は、プレイバック、シネコニャンズの風景ということで、レジェンド玉勝、去年のね、レジェンド玉勝、ニャンズワンズも始動ということでね、まあ、去年の始動、のね、シネコニャンズの、こちら動画というかね、形になっております。6時レモンチューブステーション、今日の最新楽曲のご紹介、パンピーアワードツアー。この曲かっこいいですね、すごくね。さすがのパンピーさんですね、本当にいいナンバーです。6時レモンジュリーステーション、今日は、レモジュリーニュース1830でございます。先ほど6時半不思議レモンニュース、澤田健二 YouTube チャンネルレモンジュリーステーションにて配信しております。7時本日の不思議レモンニュース、今日は木曜不思議レモン劇場不思議レモンのお部屋ということで、ゲストは、ウッチン登場でございます。8時このラジオ、現在不思議レモン公式 YouTube でプレミア公開中、プレミア公開終了が不思議テレビにて配信、不思議レモン公式では概要元に配信しております。9時木曜不思議レモン劇場不思議レモンのお部屋、ゲストは歌丸くん登場ということで、この後ファンサイト演奏して配信となります。10時からのプレイバックは今日はお休みとなっております。今日のネット配信予定でございました。今日のお知れもシジュールということで、まあ、お正月ももう終わりなんですかね、今日ぐらいからね。もう私はまた関係ないんですけども、まあ、朝から、普通に散歩行ってきてですね、買い物して帰ってきて、朝が午前中からお知れもコンテンツ制作、お昼2時、ラジオ収録、3時ジュリ音声収録、4時、ジュリカバー制作等、そんな感じの今日も一日でございました。
送者のしげれもね、熱帯夜でした。しげれも何したでした。レモンニュース&エンタメチェックのコーナーでございます。このコーナー、最新のニュース&エンタメの独自の視点であやこや言うコーナーでございます。昨日1月4日、水曜日の、朝9時から本日1月5日お昼1時までのニュースとなります。こちら1月4日サンケイウエストの記事から、相次ぐ年賀状じまい、 SNS に淘汰されつつ見直される価値とはということで、会社でですね、誠に勝手ながら今後の年賀状によるご挨拶を控えさせていただくことといたしましたというような、この年賀状自体の、お手紙というか、そういうものを、送る、これを、俗に年賀状じまいというらしいんですけどもね、やっぱり結構大変ですからね、コストもかかるし時間もかかるし、結局こういうものって、年末の忙しい時に年賀状で作らないといけないということじゃないですか。で、今まででしたら、その例えば、SNS とか、もっと前を言えばネットがない時代であれば、なんかその人と人をつなぐような、年賀状ってものあったと思うんですよ。そういう武器的なものがね、あったと思うんだけど、今って、はっきり言ってね、SNS あればそれでつながりますし、お互いの何か元気みたいな感じのことも手軽にできますし、もうめんどくさいだけというふうになってしまう。ただどうなんですかね、本当に年賀状の良さというのもあるんですけどもね、なんかそのちょっとこう SNS とかそういうものじゃ照れくさい部分もあったりする人いるじゃないですか。そういう意味も込めて年賀状は便利だったりするんですけどもね。こちら1月5日読売新聞オンラインより、セブン店舗の行政サービスで不具合、マルチコピー機から住民票を写しなど取得できずということで、これは地味に痛いよね、こういうのってね。でもあれですよね、年々そのコンビニの負担ってすごくないですか？よく僕思うんだけど、店員によくわかるよなと思って、もうなんかすごい市役所とか区役所とか、言ったらそれを越すぐらいのなんかね、業務内容じゃないですか。その市区のなんかそのいるじゃないですか、公務員の方。なんかそれよりすごいこう仕事のなんか覚えるの大変じゃないのって思ったりしてしまいますけどね。シスポー、ここからはスポーツの話題をお送りしたいと思います。大谷選手、そしてダルビッシュ、など、メジャーのね、スター選手が続々と参戦を表明した侍ジャパンのドリームチームね、もうすぐ WBC が迫ってまいりましたが、韓国メディアがですね、韓国のチームとは大きな戦力があるとして、危機感を募らせているという1月5日の、この記事、産経ニュースからの記事なんですけども、でも普通に考えたらすごいチームだよね、日本の今回のワールド WBC のねチームはね。で、韓国も、メジャーリーグで活躍する選手いるんだけども、やっぱり日本の野球のレベルって本当に、言ったら、メジャーには劣るけど、でも投手とかピッチャーに関しては本当に日本のプロ野球って、ある種投手だけに絞ったらメジャーと結構いい勝負するんじゃないかなっていう、打つ方はさすがにね、あれだけど、そう考えるとやっぱり、日本は言ったら世界でいうところのアルゼンチンとか、アメリカがブラジルだとしたら、そういう位置に、フランスとかね、今年のあれでしたけども、そういう位置に、ナンバー2は間違いないと思いますので、そこをこう考えた時にですね、今回は1次リーグで、韓国と、日本が、久々の日韓戦になりますから、そういう意味でね、非常にこう1次リーグ敗退だけはこう韓国は、なんとか、逃れたいという部分もあってですね、このような、記事が出てると思うんですけどもね、でも楽しみですよね、本当にね。 CM シギレモンファンクラブ演奏のお知らせです。シギレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてフシギレモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、フシレモリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくは不思議音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。不思議レモンのデジタル写真集、屋根裏の果樹物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円。不
シー音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス TrueFine。 月額1100円でシー音楽レーベル全アーティストのシングルアルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくはシー音楽レーベルサイトまで。シーレモンライブスペース電脳節レモショー、月額1100円でシゲモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくはシゲ音楽レーベルサイトまで。シゲテレビジョン、シゲ音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題。月額1100円、不思議テレビジョン、不思議テレビジョン、不思議テレビジョン。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。不思議レモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。不思議猫ニャンズデジタルハウスへどうぞ。シネモンニュース、それは最後にまとめていきます。フランス、ウクライナに軽戦車、供与ということでね。まあゼレンスキーさんはタンク、タンクって言っておりましたから、まあ戦車が欲しいと。で、フランスがまあ供与ということで、まあ非常にこれでまたね、ロシアにはかなり今日、不利に働くな、ことになるのかなと思うんですけども、紅白歌合戦橋本環奈さん絶賛の声ということでね、もうなんかすごい、どのメディアを見ても橋本環奈はすごかったっていう、全く紅白見てないから、そうなの何がすごかったんですか、司会術みたいなものがすごかったんですかね。でもすごいハート強そうですもんね、彼女はねもうまあ、なんかもう強そうというか、もうなんかまあ、芸能界の女性っていうのはもうはっきり言って男だと僕は思いますから、マッチョな男だと思っておりますから、まあすごいんだろうなと思ったり しますけどね。可愛い顔してるのにね。レモンニュース&エンタメチェックでした。トレンドレモン、新しいもの流行りもの好きの私不思議レモンが最新のトレンドについてあやく言うトレンドレモンのコーナーでございます。今日はモデルプレスが発表しております2023年ヒット予測俳優部門ということで、先日女優編ご紹介したと思うんですけども、今回は俳優編ということで、男性のね俳優のベスト10、まだ10位から4位お送りしたいと思います。第10位西垣翔、匠と書いて翔、9位八木雄星、8位坂東龍太、7位宮部龍美、6位が萩原陸、そして5位が板垣李光と、そして4位が高杉真宙となっております。高杉さんはでももうブレイクしてるんじゃないんですかねどうなんですかね、ちょっとわからないんですけど、でも宮瀬劉備さん、この方は結構なんか僕でも名前知ってますから、まあ出てきてるのかなという、感じですよね。これ読めないですよ、劉也みたいな感じで劉備という風に、宮瀬劉備という、名前ということなんですけどもね。まあどうなんですかね、まあ俳優、まあ世界もなかなか、まあ女優の時も言ったと思うんですけども、かっこいいだけではダメで、まあかっこいいっていうのは、イケメンっていうのはその平均的であったりしますから、まあ言ったらこう顔に、まあちょっと一癖二癖ないとなかなかね、こう顔でこう取り込むということもできませんからね、なかなかその俳優界タレント界、難しいことだと思うんですけども、ベスト3はエンディングに。Wait, you got nothing I want for her.
う僕は忘れられない男塞ぎ込んでばかり錆びついて心閉ざして遡る君にだけ僕は伝えられる男意味のないふりするここがどこだか笑うほど思い出して死のまま忘れない元通り君を見る僕は忘れられない男遠回りばかりしてこんなにも疲れ切ってたでお送りしました。1曲目不思議レモンねウェイトボスマンライブイン大阪、そして2曲目不思議レモンね忘れられない男でございました。トレンドレモンの続きです。今日は2023年ヒット予測俳優編ということでお送りしております。第3位鈴鹿央士ということでね、王子ってすごい名前ですけど、あっちの王子じゃなくて中央の王に、武士の士で王子ということなんですけど、でも結構王子って勇気ある名前ですよね、これ本名なんですかね。まあ芸名だったら別にあれなんですけどもね、去年は、六本木クラス、サイレントなど、まあ、有名な、ね、ドラマに出ておりましたけども、まあ、全然知らないですけどね、書いてるから読んでるだけでね第2位目黒蓮ということでね、スノーマンの方ということで、この方も、サイレント、舞い上がれ等に出ていたということで、まあ、でもこの方は本当に人気出そうというか、ね、まあね、人気出てるでしょうね、スノーマンですしね。1位が高橋文哉ということで、ドクターホワイトなどに出てたということなんですけどね、まあかっこいいですね、普通にね。まあなんか佐藤健さん系という感じもしますけどね。この方は、何なんですかね、別にジャニーズとかでもなさそうですしね、21歳ということで、俳優モデルということなんですけどもね、まあ普通にね人気出ていく感じはしますけどもね。ということで、今日は2023年ヒット予測、俳優編ということでお送りいたしました。トレンドレモンでした。お送りしてきました不思議レモンネットラジオ、今宵不思議なラジオで、明日はもう金曜日、夜の11時からになります。フライデーとなりますので、どうぞ明日もよろしくお願いします。不思議レモンでした。優しく包まれるだろう。